こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、私がやってきたのは、東銀座駅。駅前には、歌舞伎座がドーン。いきなり、銀座ど真ん中の洗礼を浴びてます。こちらに、チャンネル史上、最大のバカ広物件があるんです。皆様、覚えていますでしょうか？過去にも、バカ広物件を取り上げたのですが、前回は、オフィス仕様すぎて、これじゃ、賃貸では住めないよ。と、プチお叱りのコメントも、いただいてしまいました。申し訳ありませんでした。そこで、快適に住めるバカ広物件を、毎晩、血まなこになって探していました。そんな時、実は視聴者さんから、嬉しい情報提供があったのです。アナリソさん、お願いがあります。おや、どうしました？ネットで、物件サーフィンをしてたのですが、明らかにおかしな名取りを見つけたので、潜入してきてください。それは気になりますね。弊社にお任せください。その後いただいた情報をもとに、検索したところ、バカ広すぎる図面。しかも、ズドーンと横長。謎が多すぎる間取り。と、気になる疑問が次々と。もう、コナン君でもよだれを垂らすほど、謎の要素満タン。そりゃ、潜入するしかないでしょう。ってことで、まずは、銀座の家賃相場を。はい、ドーン。これはお高い。そりゃ日本一の地下価格でおなじみの、銀座エリアですもんね。このバカ高い家賃に見合う、バカ価値があるお部屋を案内できるよう、頑張ります。ところで皆さん、当チャンネルをご覧いただいている方の中に、賃貸ではなく、購入を検討されている方も、いらっしゃるのではないでしょうか。そんなあなたに朗報です。今、ヤフー不動産で新築マンションを購入された方に限って、ペイペイポイント5万円分が、プレゼントされる、お得な企画が実施されているみたいです。ヤフーといえば、誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。すでにヤフー不動産で物件を探していたという方も中にはいらっしゃると思います。しかも手順は超簡単なんです。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。お家を買うついでにポチポチするだけでペイペイポイント5万円分もらえるならこんな簡単なお仕事ないですよ。私の時給と比べると悲しくなるくらい高い時給ですね。今回の企画は新築マンションのとても魅力的な物件たちが対象となっているので、ぜひ皆さん一度企画概要ページをご覧になってください。素敵な物件が多すぎて、私も欲しくなっちゃいました。さて、華やぐ銀座の街を探索してみますか。今回は最寄りの東銀座駅から歩いていますが、銀座駅も徒歩6分。JR が使いたい場合は、有楽町駅も徒歩圏内です。都心の主要駅には、ほぼ30分以内で着く、神立地です。他にも、銀座の魅力は言わずもがな。飲食店、ブランド店舗、商業ビルなどが立ち並ぶ、賑やかな街。さらに、今回の物件がある、東銀座エリアは、小引町と呼ばれる、少しレトロで、風流な街なんです。小さな料亭や、昔ながらの洋食屋など、古き良き江戸の風情があるお店が多い、落ち着いた地域です。さて、この動画をご覧の皆さんは、いつかは銀座のような超都心に住みたい、と考えている方もいませんか？ただ、家賃の高さに、がっくしと肩を落としている方も多いのでは。しかし実は、銀座ほどの立地じゃなくても、実は、2、3駅ずらせば、穴場なエリアもあるんです。都心は、あまり土地勘がない。都心に暮らしたいけど、仕事が忙しい。という方もご安心を。希望の条件を伝えてもらえれば、アナリソ不動産が、独自の嗅覚で、理想の物件を、探してみせますとも。都心にこだわって、細かい条件を指定したい方こそ、あなたの理想不動産公式 LINE で、直接ご連絡ください。と言っている間に、目的地に到着しました。
こちらが、東銀座駅徒歩2分の、チャンネル史上最大の、バカ広物件です。近隣にはお寿司屋さんもあり、リアルに、ザ銀でシースー状態ですな。外観はベージュ基調で、ウッディがアクセントな、和モダンな雰囲気。銀座のキラキラ感とは、一線を画した落ち着きが、周辺の雰囲気に馴染んでいます。木のエントランスをくぐると、ガラス扉の自動ドア。右には、レンガと黒のコントラストが渋い、ポストエリア。自動ドア隣には、宅配ボックスも完備。オフィスライクなエレベーターで、今回の物件がある最上階へゴー。銀座の最上階なんて、翻訳すれば、天下を取ったと、同じ意味ですよ。いや、違う。この茶色のドア先に、どんな天下のバカ広空間が、現れるのでしょうか。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。ベージュ基調で段差がない、横長なフロアが登場。正面には、シューズクローゼットが2つ並んでいます。フロア側にも、間接照明がついていて、ムーディーな雰囲気。まるで、老舗旅館の靴箱のような、落ち着いた風情です。引き戸で、中が木目というのも、和テイストですね。玄関右側の白い扉を開けると、収納エリアでした。左側に、ポール付きのスペース。玄関横に、収納エリアがあると、帰宅後、すぐに荷物がしまえ、急な来客の際にも、生活感を消せて、便利なんですよね。むむ？収納エリアに、謎の扉がありますな。開けてみると、小さなバルコニーです。強引に訳すと、ミニバルです。景色としては、いわゆる、銀座の街並みが広がっています。ミニバルは、オフィスワーカーの、喫煙スペースのような空間。玄関に戻って、左の、光差し込むドアに向かいます。もう一度おさらい。今回のテーマは、チャンネル史上、広さも長さも、記録を塗り替えた物件。って、あ、ちょっと前に、オリンピックを見すぎたせいで、あれこれ盛りすぎてしまった。もとい、チャンネル史上最大の、バカ広物件でした。いずれにしても、オリンピック級の感動を期待して、ドアオープン。と、わわわー。広い、明るい、異次元の世界が広がっている。というより、長い、長すぎる。人間の左右の視界を優に超える長さ。このリビングは、前回紹介した、バカ広物件を上回って、なんと、67畳超え。動画をご覧の皆様に、わかりやすく例えると、よくある、ワンルーム6畳の部屋が、10個以上、ポンポンポンと並べて、収まっちゃう広さなんです。さらに、当チャンネル、おなじみの激狭物件ならば、この世界観からすると、もう、パズルのピース扱いですよ。さらにさらに、猫の額だったら、余計わかりにくくなりそうなので、この辺で止めておきます。とにかく、広い以上に、長さにびっくりしている私です。向かいは、全面窓のスペシャル仕様で、開放感も抜群。最上階だけあって、眺望は抜けていて、銀座の、アーバンな光景が、これでもか、と広がってます。まるで、銀座の空と、一体化している気分やな。横長物件なのに、うっかり、縦にも長い錯覚を覚えるほどです。高い天井には、レール式のスポット照明。でも、この全面窓のおかげで、昼間は、照明いらずかも。備え付けの、クリーム色のブラインドが揺らめいて、差し込む光が、上品にフローリングを照らしてます。こんな縦長のブラインドは、お目にかかったことがないぞ。とりあえず、全部閉めてみよう。短冊が揺れているようで、なんか楽しい。全部閉め終わると、こんな感じ。ブラインドは、日当たりや温度調整で、角度を変えられて便利。改めて、部屋の左側から、長方形を眺めてみましょう。霞目気味の私には、部屋の先っちょが、ぼんやりするほど遠い。よし、ここはせっかくなので、一人チャレンジ。
て。部屋の端から端まで、何歩で行けるか選手権。1、2、着いた。なんと、26歩。さすが、チャンネル史上最大の、バカ広っぷり。通常の賃貸物件で、26歩も歩いたことが、これまであったでしょうか？これは、足腰が鍛えられますねー。せっかく右奥まで来たので、足腰を鍛える気がない私は、こっち側からチェックを始めます。まずは、ドドーンと存在感を放っている、木目調の巨大クローゼット4兄弟から、チェック開始。左から順に、開け放っていきます。長男、次男、三男、四男、と。まずはラック型。おっと、君もラック型？おお、全員仲良く、ラック4兄弟でしたか。もうちょいバリエーションがあると、嬉しいところですが。セレブは、T シャツなども畳まずに、ラックにかけて収納するのかな？クローゼット向かいには、バルコニー。こちらは築地方面っぽいので、さらに眺望の抜け感があります。次に、クローゼット横の、キッチンエリアです。対面型なので、リビングや、外観を見ながらの、お料理が楽しめます。横長カウンターもあり、スツールを置いて、バーエリアにしても素敵そう。一度廊下に回り込み、キッチンに潜入。おお、L 字型で広々空間が、白いレンガ調の壁も、キッチンらしい、ほっこり感を演出。左側から、広々シンク。何でも切り落とせそうな、広々作業台。そして、3口コンロと、上には、ステンレス製の換気扇。下には、グリルも完備。フロア収納も、バカ広の予感。とりあえず全部開け放って、はいドーン。広さも十分ですが、形のバリエーションがあるので、料理好きの方なら収納しがいがある、うずくポイントなのでは？シンク向かいには、冷蔵庫置き場。高さも広さも十分。おっと、その奥に扉もあるので、オープン。なんと、ここにも収納エリアが。食品のストックや、季節物の調理用品が、存分にしまえますね。しかも、小窓まであるとな。湿気対策までできる、優等生すぎる収納部屋ですね。キッチンを出て廊下に戻ると、正面に、賃貸物件らしからぬ、トイレマークが登場。そうか。オフィス利用する場合を、想定しているのかな。白くて清潔感があるトイレが現れました。タンクレスに、温水洗浄便座。手洗い場があり、下には、ちょっとした収納スペースもあります。廊下を進むと、お次は女性用トイレマーク。こちらも男性用と、基本は同じ作りのトイレです。ちょっと違うポイントとしては、フロア収納が少し広めなのと、こちらには、換気用の小窓があることです。さて、廊下突きあたりのドアを開けると、洗面所が現れました。洗面ボールは、スクエアですっきりデザイン。鏡が大きめなのは、嬉しいポイント。洗面台下の収納も、ゆとりがあります。お隣には、防水パン付き洗濯機置き場。ドラム式も OK な広さ。上には棚もあります。振り返ると、スリムな収納棚もあり、至れり尽くせり。こちらには、リネン類などを収納しちゃいましょう。次に、洗面所右のドアを開けると、浴室が登場。バスタブは、大きく足を伸ばせそうな、ゆったりサイズ。それほどデザイン要素はありませんが、清潔感が感じられる浴室です。お引越しはあなたの理想不動産で。一旦リビング入り口に戻り、次は、左のエリア探索です。突き当たりに、白くてガラス張りの収納？陳列。スペースがあります。け、開けようとしたら、鍵付きの、鉄壁セキュリティ。私のようなリーマンが、うかつに手を出して、すみませんでした。そのまま進むと、おお、陳列棚が、山盛りありますがな。窓際にも、棚がある徹底ぶり。いきなり、銀座の宝飾店な雰囲気に様変わり。
ふーむ、ここは、コレクションルームとでも、呼ぶのでしょうか。高級時計？珍しいお酒？美術品？学術書？私の乏しいイメージでは、そのようなものを陳列すると、この部屋のコンセプトには、合っているのかも。すごいなぁ。この部屋に住むには、見せられるグッズまで、求められるのか。って、ガチャガチャ触っていたら、この棚ってば、動いちゃうのか。ほほう。ぴったりはまって、リビング側からの、隠し扉的にもなるのですね。銀座の中心での、突然の忍者屋敷ごっこ。なんという遊び心。この棚の遊び方。じゃなかった。この棚の活用方法、皆さんならどうします？私も、お気に入りのフィギュア数体は飾れるのですが、とてもあの棚の集団を埋め尽くせる気がせず、少し困ってます。自分なら、こんなものを棚に飾りたい。陳列はしないけど、こんな活用を思いついた。という方、ぜひコメント欄で、どしどしアイデアをお寄せください。コレクションルームの奥には、まだまだ横長エリアが続きます。こちらは、普通のスペースですね。広さの感覚が麻痺してるのですが、きっと、8畳くらいはありそう。小窓があるのと、こちらの行き当たりにも、バルコニーがあります。奥行きがある、広いスペース。デッキチェアを置いて、銀座の夜景を見ながらくつろげそう。さてさて、この部屋の暮らし方を、考えてみましょう。右奥のクローゼット前を、ベッドスペースに。キッチンと、リビング入り口前は、ダイニング&リビングスペースに。というより、いっそ、パーティースペースにしちゃいませんか？コレクションエリア奥は、書斎やワークスペースに。仕事場に行くたびに、コレクションを眺めることになるので、嫌でも仕事へのモチベが、湧き上がるという狙いです。ドハー。バカ広物件をうろうろしすぎて、いい汗かいてしまった。会社に戻って、地道に編集作業でもするか。本日お伺いしたのは、東銀座駅徒歩2分の、チャンネル史上最大の、バカ広物件です。間取り図がこちら。もちろん、家賃もなかなかのバカ高です。単なるバカ広ではなく、空間によって違う表情を見せる魅力的な物件。住みたい方は公式 LINE から直接ご連絡ください。銀座のど真ん中で個性的な生活がしたい。バカ広物件を見ているだけで、なぜか寛大な気分になれる。という方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。今すぐにでも、引っ越したくなるような有料物件は、あなたの理想不動産インスタグラムで紹介してるので、チェックしてみてください。オンラインでお引っ越しが完結する、あなたの理想不動産公式 LINE は、概要欄から追加できます。通常の内見や、ネットには出回らない、超穴場物件のご紹介も可能ですので、ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。